北極側の氷河の最拡大域更新予の地層、スカーボロー・ークリフス、トロント・オンタリオ州、カナダ更新予は地質時代の区分の一つで約258万年前から約1万年前までの期間。第四期の第一の予。かつては鉱石予ともいい、そのほとんどは氷河時代であった。この前の先進予と合わせて先進。 高深夜として扱われることもある。高深夜は前期、中期、後期に分けられ、前期はさらにジュラシアン及びカラブリアンに分けられている。大陸の形は現在とほとんど変わらないが、表記、魔表記の表彰の拡大、縮小による海水準変動に伴って海岸線の位置が移動した。高深夜の後期では海水準にして百数十メートルの変動があった。 海水準が低下した時期は、現在浅い海である海域の多くが陸地となっている。氷期と魔氷期を繰り返した。総計で15回の氷期があった。その主たる要因は、地球の回転軌道の性質からもたらされる変化のために生じる太陽放射量の周期的な変動である。更新予感心予航石予の名は、地質学に時期区分が導入された17世紀にこの、 時代の地層が、ノアの洪水の繁栄と信じられたことによる。現在では神話に結びつけることは望ましくないため、この区文明は使われなくなった。ミャ、MYA とは、ミリオンイヤーズアゴーの略で、100万年前のこと。英語版ウィキペディア参照ミア千葉県市原市の養老川沿いに、この時期に発生した、地磁気逆転の痕跡の残る路頭があることから。小湊鉄道公式ウェブサイト。 市原のパワースポットのご案内。2017年11月16日へ閲覧。地域によって異なった名称が与えられている。以下の名称は、アルプス地域名より。ありがとうございます。